皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。今日はですね、こちらの GFX100S を使って星空の撮影してこれたんですよ。結構興味深い結果が出たので、それを皆さんに今日はお見せしたいなと思います。それでは早速行ってみましょう。先日 GFX100S に Adobe のカメラローが対応したっていうことで現像ができるようになったんですね。今 Adobe のブリッジっていうソフトで画面を見てる状態で、まあこんな感じですね。この日いろいろ撮ってきたんですけど、ここにデータが出てますけども、はい、でこれが 12,800 ですね。露出が同じになるようにシャッタースピードで調整しています。赤道儀では追尾してません。では 星の流れ方がちょっと違うのはご了承ください。このデータが 25,600 で10秒、このデータが ISO51,200 で5秒という感じですね。でこれらを開いてみましょうか。で基本的に今シャープを全部切ります。シャープを切って、シャープを切るだけですね。はい、でこれでそれぞれ開いてみましょうか。で、名前も変えましょうか、わかりやすく。はい、お待たせしました。今ですね、写真が表示されておりますが、こちらに書いてあります通り、感度別に同じ構図で撮影したやつがあります。12,800、25,600、51,200ということで、撮影してきたやつをお見せします。まずこれが12,800で撮影したやつですね。感度12,800ですよ。使ったレンズは GF32-64 の F4 っていうレンズです。で F4 で撮ってます。はい、じゃあ12,800から見てみましょう。これ感度12,800ですよ皆さん。で基本的にその取っ手出しですね、シャープは切ってノイズ制限ももうかけてない状態ですけど、これやばくないですか。めちゃめちゃノイズ少ないですよね。ちょっとシャドウ部分を見てみます。シャドウ部分、ここにちょっとホットピクセル出てますけど、この日のね気温ね13度ぐらいだったみたいで、湿度がちょっと高かったですね。雨上がりだったので湿度はちょっと高めですけど、まあ、ここまでこう拡大すると細かいノイズがちょっと見えたりっていうのはありますけど、はい、では次25,600見てみますね。25,600見てみると、わ、25,600でもなんか少ないですね。っていうかね、ノイズが細かいんですよ。でこれ露出が10秒になってるので星の動く量っていうのがだいぶ変わってきますけど、これ25,600か、すごいね。なのでシャドウ部分見る、シャドウ部分を見ると、まあ、こんな感じですよ。これ普通に画像処理のノイズ低減でちょっとかければ消えますよね。で次は51,200、まあ、51,200まで来るとさすがにちょっとノイズらしいノイズというか、なんかまとまった感じのノイズになりますね。うん、いやーでもすごいですね。これ富士フィルムらしい色ですねこれね。今回この GFX100S ですけど、画素が1億画素あります。で、富士フィルムの関係の方に質問してみたんですけど、そのノイズが少ないわけじゃなくて、ノイズが1億画素になると細かすぎてもう人間の目では判断ができないということらしいです。だから
目いっぱい拡大すれば結構目立つけども、そんなにちょっと引いた状態とかだと全然わかんないっていうかね。でこれ見る限り12800はもう常用感度ですよね。これ今 F4 だからってのありますけど、 F2.8 の、ね、レンズフルサイズ、この 35mm フォーマットモードとかありますから、 F2.8 のレンズ使って 35mm フォーマットモードにしても6000万画素ぐらい残るんですよね。それでこのノイズレベルってことでしょ。すごいっすね。はい、というわけでですね、今日はこの画像を皆さんにお見せしたかったっていうお話なんですけども、これ撮ってて、まあ撮ってて感じたことなんですけど、いい意味でだと思います。いい意味でちょっと撮影するやる気をなくしましたというのも、ここ5年10年ぐらいのカメラかなで発売されているカメラで、極端にノイズが少ないカメラってのは基本的にはないと思ってるんですよ。新商品が出るとでもノイズレベルどうなんですかって結構みんな気にするじゃないですか。で、あのレビューしてちょっとノイズ増えてますとか、そんなに変わりませんとか、そういう結果ばっかなんですよね。だからやっぱり今その作れるセンサーでノイズを極端に減らすっていうことを、まあ、ブレイクスルーするのは画素を減らすしかないっていうことだと思うんですよ。だから、なるべくこういう星の写真を撮るときは高画素機ではなく低画素機を使いましょうっていうのがセオリーだったはずなんですが、そういうブレイクスルーできないそのノイズのレベルの事情っていうんですかね、その技術を反対の発想、画素を増やすっていう、極端に大きく増やすっていうことで、また違ったアプローチでノイズを少なくすることができるっていう話ですよね。まあなんかすげえ話だなと思うし、なんて皮肉なんだろうと思うし、まあそのまあやる気をなくしたっていう話は、そういったその何ですかね、大げさに差のないカメラをみんな使ってるからこそ、画像処理であったり、まあその撮影方法、合成方法を変えたりとか、まあ、構図にこだわったりとかね、己の技術を磨くことで個性を出したりいい作品を出したりっていうことをやってたわけじゃないですか。なんですけどこのカメラはお金を出せばこういう画質が手に入るっていうことなんですよ。だからまあ言ってしまえば、まあ、今その昼間撮る写真とかそうなってきてる気はするんですけど、やっぱカメラが良くなりすぎて誰が撮ってもそこそこ撮れるっていう感じになってきてるじゃないですか。でもこういう暗所撮影、特に星空の撮影はそういったことはなかったんですけど、なんか GFX100S、まあ、この1個前の GFX100 も同じ写りだそうらしいんですが、まあ、その2つに関してはお金を出せばこういうノイズも少ない、しかも富士フィルム独特のこの天の川のグラデーションというか発色が得られるっていうことで、まあ、ある意味撮り方さえ覚えれば実力なくてもそこそこ撮れるよっていうことになるのかなと思って、それでなんかやる気なくしちゃったっていう、いい意味でねそういう衝撃がありました。ただまあこれ、このレンズはまあ 24mm で別に悪くないレンズですけど、やっぱり私が得意としているこう奥行きのある成形写真を撮ろうとするとやっぱりどうしても狭いので、レンズ問題を次は解決しなきゃいけないなと。純正レンズでこれのセンサーサイズに合う、超広角レンズっていうのは今のところ発売されてない明るい超広角レンズですね、まあ、35mm フォーマットモードでシグマとかタムロンのレンズを使ったりとか、マウントアダプター経由で、でもしくは、シグマさんとかやってますけどフードをカットすれば、イメージサークルの広い14-1.8 とか、14-24-2.8 とかそういうレンズだとフードカットしてしまえば、蹴られなく使えますよっていうお話もあるので、
まあ、フードカットしちゃうとゴーストとか出やすくなりますから、本当に夜専用になっちゃうんですけど、また違う悩みが出てくるんですけどね。まあ、そういうなんかこのカメラの性能に合うレンズですね。やっぱボディよりもレンズの方が大事だっていうのは私の考えなので、そういった星向きのレンズがこのカメラにパキッとつけば、またちょっとやる気出ると思うんですけど、今のところはちょっとなんかいい意味でがっかりしたというか、圧倒されてしまいましたね。まあ、そうは言ってもですね、私は今すごく嬉しいです。実際嬉しいんですよ複雑な感情かもしれませんが、まあ、なぜかというとですね、私の撮影今タイムラプスっていうのがメインになってるんですね。でタイムラプスを今 8K で残そうと、頑張ってるんですよ。で 8K っていうのは、まあ、16対9のアスペクト比で3300万画素以上あれば、8K のタイムラプスが作れるんですね。で動画の納品としては 4K で納品することがまあ多いんですけども、 8K で撮ったやつを 4K に圧縮してね出すとものすごく高画質になると、普通に 4K800 万画素で作った動画よりも 8K で出したやつを 4K にして出した方がものすごく高画質になるっていうことで、今メインでタイムラプスで使用しているのがソニーの α7R3 とそれからニコンの Z7 なわけですよ。この2つで、基本的な制作を行っていたんですよね。ただ私富士フィルムさんと契約してますし、まあ正直富士フィルムの色めちゃめちゃ好きなんですよ。だから自分のメインの撮影で富士フィルムのカメラが活躍できない、その画素数が足りないっていう理由だけでっていう環境がすごくねやっぱり残念だったんですよね。どうしたもんかなってずっと思ってたんですけども、 GFX 今回導入したことで、まあ、それが一発解決するっていうことですよね。だからね、またあの富士フィルムの色で自分のメインの撮影ができるんだっていうのがめちゃめちゃ嬉しいんですよ。そこはねこれからワクワクしているところです。いやすげえ話だ、すげえカメラだね。ということで、GFX100S、星空特性というか、ノイズレベルが分かる写真を皆さんにお届けしました。なんかうまいこと言葉になりません、すごすぎて。はいなんかまたご質問あればコメントぜひください。じゃあ今日は簡単にここまでにします。さよならバイバイしたっけね。どうもどうも、また次の動画でお会いしましょう。